じゃあね、ひっちゃんたちがもう釣ってきたということなので、ね、僕らこちら3人でこちらどうにかします、ね、ひっちゃんはちなみに、あ、編集やってくるって言ってね、うん、ウキウキしながら行けたから ね編集じゃないなって絶対プスって言うね。どうするか、どれくらい行くか、カツオから行く、すごい、行きますか、おお、行っちゃうぜ、これで砂漠でっかいな、マジでかいの、チェリー水分めちゃ入ってるね、マグロみたい、シビマグロぐらいのサイズだ、ほい、よいしょ、でっかい、入らないと入らないですよね、でっけえ、これで砂漠きますか、もう砂漠しかないよね、じゃあ行きますか、じゃあ行くぜ、胃袋の中どうなってんのか見たい、確かに胃袋気になりますね、これ、ああ、そういえばね、泳がせ釣りで釣ったって言ってたからね、お、赤いのが見えてきた、うわ、詰まってます、詰まってます、詰まってますやん、え、これなんすか、ここなんすか、あ、こっち、うどこ、へー、おー、すげえ、え、うろこんだけしかないですか、うん、ここだけで十分って言ってる、え、誰進化の時、神様に、ああ、どうする鱗を全身につけるって言ったら、あ、出す、こっちだけで出すあと避けるんでスピードに全振りしちゃう、ステータスすごいまあそうですね、これスピードすごいですからね、わーお、いっぱい詰まってる、白子ですかね、これ、うわー、うい、魚、うわ、骨だらけよ、え、これなんですか、魚の骨じゃない、これ柔らかいですよ、小骨ですか、うん、うわすっげえ、喉に骨が、トゲが刺さったってレベルじゃないの、これ、明太子じゃないですか、もう明太子明太子みたいなじゃないですか、これ、あ、上の、これ卵じゃないですか、はい、明太子やん、これこれ絶対食べれそうな、食べれそう系ですよ、ね、食べれそう系ですよ、うわ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 、やば、明太子が、カツオの珍味胃袋の中で使う時に胃袋取れますか、うわなに、これ、いやいや、これ魚入って、これ、ほらこれ魚っすよ、うん、本当だ、消化されてる、すげえ、いい、出てきた、綺麗に、わあ、すごこんなの、これ、こ、骨骨骨アバサ、あ、アバサっぽいね、あ、本当だ、本当だ、うわ、あ、本当だ、ハリセンボンっぽい、濃い感じがする、なんか怖いね、溶けてるから、これ、こうだよ、こんな感じか、ヤバサー君がすげえ、クハ、俺たちでも食えなかったのに、ほら、じゃあアバサーの方ですかね、あ、それで、え、これもアバサーですよ、ほら、うわ、アバサーハンター、アバサーめっちゃ食っとるやん、大好きだった、確かにアバサー動き遅そうですよね、確かにあいつら、対象魚ですね、チクチクが好きだったのか、もしかしたら、あ、この歯ごたえが、チクワーって、すげえ、胃袋の中はアバサーだらけだったということですね、刺激好きってことで、このカツオは刺激好きなんですよ、ちょっと触っていいですか、これ鱗どうなのか、本当だ、違う、触り心地全然違う、ザラザラするよね、あ、違うよね、ほら、こことここザラついてる、あ、鱗った、鱗ったドラえもんの道具みたいな言い方してるてってってってて、鱗った今、乾かった、乾かった乾かったってってかてってってってさばきごたえありますね、こんな大きいと、いいね、久々だぜ、気持ちいいじゃないですか、こんなあとは切れる包丁さえあれば100均より切れる方ですよ、これ確かに、ね、マジでっかい、カンカンカン、うわブルンって寄生虫ちゃー、どうなってんのシリーズ、スマガツオのお腹を起きたら寄生虫だらけだったおぉすごい、わーおよいしょ、あそこ思い出した、カツオのさばき方忘れてた、思い出したんですか、こっちまで鱗取らないといけないんだった、よいしょ、お音がいい、うん、見てて気持ちいい、あー、いいね、すごいいいよ、うわ
3万じゃない、色めっちゃ濃いよ。そうっす、うわー何これ、やばー、絶対美味しいこれ。あ、そしてお腹の中に寄生虫。マジっすか、お、これこれ、お、ほんとだほんとだ、いますね、寄生虫。お腹、うん、しかも いっぱいいる、3匹ぐらいいるんですよ。4匹ぐらい、いや、フリーズしてる多分。キンキンに冷やされてたから、キンキンに冷やされてたから多分死んでないか、覚えてないよね、多分大丈夫。カツオもすぐ締めた方がいいって書いてました。もう、カツオもじゃないけど、カツオも、うん、後頭部すぐ殴って促進させて血抜けてください。後頭部殴る、こうちゃんが溶けないやつダメなやつクラッシャー、あの後もうダメだよってちゃんと教えましたから、ね、こうやったらダメなんだよ、 YouTube では、 YouTube ではプライベートだよダメ、ああいうやり方したらダメですってちゃんとこうちゃんに言ったんで大丈夫です。うわすごい、半合ですか、凍ってないです、凍ってはいないけど、なんかいい感じ、すごいけどキンキンに冷えてる、思い出してきた、思い出してきた、うん、思い出してきた、忘れてたんですか、さばき方を、忘れる、あの確かにカツオってそんなさばかないですからね毎回魚屋さん以外さばかないんじゃないですか、体が覚える前に季節が去っていくからねああなるほど、毎月取れるもんでもないですからね、カツオあんま立てすぎるとね、身がすぐ割れちゃうから、あ、身弱いって言いますよね、カツオ、よいしょ、うわー、 USA、 これいいぜ、これいいぜなあ、いいよな、おい、いいよ、いいぜこれいいぜこの真っ赤、すごい真っ赤だ、うわ、腹も、あ、どうしようか、寄生虫でしょ、まあまあ焼けば食えるんだろうけど、それはちょっと危ないですよね、危なくはないよ、取ればいいだけです。さあ寄生虫を見せてください、はい、いた、この白いのでしょ、これですか、米粒みたいだな、ね、これ寄生虫、うん、あ、取れるか、うわ、めっちゃ食い込んでる、え、そうなんですか、思った以上、普通のカツオのと普通のニュロンって出てくるんだけど、あ、出てきた、あ、なんかあれみたいですね、あー、うわー、うわー、あれみたい、鼻の毛穴の油取るみたい最近入るに寄生虫やりそうですね、寄生虫分だ、わあ、いる、出ておいで、うわ気持ちいい、なんか本当に毛穴の油を取ってるような、あれあれで再生数あるよ、なんか気持ち悪いけど汚いけど気持ちいいですよね、あれ見てて、ニュルン動画、うわニュルン、生物っぽい、うわ生きてるんだ、生きてるんですか、分からんけど、なんていう寄生虫なの、ちょっと動いてないですけどね、マグロの中に寄生虫、マグロ、カツオです、カツオ皮って食えるんですか、カツオも、あ、うん、食べる、へー、普通のカツオはね、これどうなんだ、うん、カツオの皮食ったことないですね、自分、え、たたきとか皮ついてんじゃん、あれ、あ、あれ皮ついてるんですね、顔ごと焼いてるよ、履いてるんじゃないですか、あれ、あ、顔ごと焼いてる、え、マジですか、へぇ、銀色のところはもう焼かないでそのまま食べる方法が銀皮作りっつって、へぇ、こういう血が出るやつはね、ちゃんとキッチンペーパーでやらないと色がすぐ悪くなる、うーん、調べた、寄生虫、はい、デンタクラリア、デンタクラリア、テンタクラリア、テンタクラリア、オッケー、じゃあ、ね、無害だそうです、お、食べても問題ない、大丈夫です、食べる、食べないです、俺は食べても全然いいんだが、もう、ここにあるそこにある、帰ってこい、いない、もし食べたのが偽物だが、普通のなんか知らない何かだったらやばくないですか、あ、わかんねえ、もうもうわからないですね、多分流されてないですよ、これかな、あ、いた、これ待って、そっから出したら逆ない、
食べますか。食べますよ。本当にもかい。本当にもかい。おい、じゃあ食べるよ。米粒ぐらいの。これはカツオ？カツオ。うん。お疲れ様です。見てみようぐらい。お、ないとされてますって。じゃあ食べますか。食べましょう。ムガイなら食べて味が知りたいですね。確かに。ムガイって書いてました。乾杯。乾杯。カチン。寄生虫を食べることち。なんかみかんの粒みたい。うん、ああ、なるほど。じゃあみかんの粒いただきます。なあ、はい、ちょっと酸っぱい。なんかね、みかんみたい。ん？みかん。ちょっと酸っぱい。そうなんだ。うん。まあ、ちょっと酸っぱいっていうことですよね。まあ、危険なので食べないでください。美味しいもんじゃないから食べる人はないかな。うん、うん、じゃあ早速さばいて。お腹が。あんた寝てたでしょ。